それではこれから文献紹介題しまして、ミニマムリスクトレーニング for ニューラルマシントランスレーションというタイトルで ACL2016 の、まあ、ちょっと古い論文なんですけども、はい、紹介させていただきます。はい、論文の概要です。ざっくり言いますと、通常のニューラルマシンのトランスレーション、ニューラルNMT の、目的関数の最適化っていうのは、まあ、単語レベルでの最適化を行っています。で、この単語レベルで最適化を行うと、まあ、ブリューやニスト、その、この目的関数と、本来の評価手法であるブリューやニストとの評価が食い違ってしまって、まあ、パープレクシティの改善、ノットイコールのブリューの改善となるっていうのが、まあ、問題意識としてあります。で、この論文では、まあ、ブリューやニストに対して直接最適化できるような枠組みを提案し、まあ、多言語実験における、手法の有効性を検討し、検証しましたというのが論文の内容になっています。はい。で、まあ、導入から説明させていただきます。まず、まあ、近年では機械翻訳では NMT の台頭ということで、エンコーダーデコーダーモデルがもう一般的に利用されているようになっています。で、これはもう機械翻訳における大きなパラダイムになっていて、これまでの既存の古い手法だと、まあ、ワードアライメントを行って、フレーズテーブルを作って、リオーダリングテーブルを作るっていう流れを踏んでたんですけども、まあ、そういった流れを踏む必要がないっていうのが、まあ、ので非常にシンプルな枠組みになっているということがあります。で、MLE、マキチマイズログライクリフトで、まあ、実質パープレクシティの最適化で、モデルは最適化されます。ただこの NMT のモデルには2つの問題がありまして、エクスポージャーバイアスと、あと最適化が単語レベルで予測を最適化するだけのモデルになっているという2つの問題が、まあ、先行研究ですでに、指摘されています。このエクスポージャーバイアスというのは、少しちょっと英語で訳し方だったのでそのまま貼ってるんですけども、まあ、The models are only exposed to the training distribution instead of the model prediction というように書いてあるんですけども、まあ、デコーダー、これについて解説すると、まあ、デコーダーっていうのはその前予測した単語の予測結果を使って次の単語の予測結果っていうのを、作っていきます。で、これが何がまずいかというと、正しい予測っていうのは正しい予測のもと、まあ、行われるということで、もし正しくない予測ができてしまった場合に、まあ、訓練データっていうのはそもそも、まあ、正しい予測のもと正しい単語を予測するというようなデータになっているので、まあ、テストデータに置きて、まあ、正しくなさそうなデータを予測する際にも、うまく正しく予測できるかっていうのはわからないというのが、まあ、エクスポージャーバイアスみたいなものです。で、まあ、MLE が単語レベルでの最適化っていう話になるんですけども、NMT だと、はい、系列の単語予測を最適化しているだけで、まあ、前の単語から次の単語の予測が最もらしくなるように予測しているので、まあ、フレーズみたいなものを考慮できていないというのが問題になります。なので、これだけに最適化しているとどうしてもブリューとしては上がりづらくなってしまう。機械翻訳の本来の評価指標であるブリューのような評価指標は上がりづらくなるという問題がありまして、まあ、ビームサーチとかしてると、まあ、同じ意味でも短いフレーズの方が選ばれやすくなったりするという特徴が、あります。で、まあ、こういった解決する話は、まあ、他にもたくさんあるんですけども、まあ、そういったことは問題として挙げられます。で、実際に、これがトレーニング曲線、訓練学習の曲線になっているんですけども、赤が MLE の学習曲線なんですけども、まあ、一定学習するとどっかピークを迎えてその後だんだん性能が下がっていくみたいな形になっています。で、提案手法っていうのは、まあ、ブリューによって最適化することによって学習の時間、まあ、繰り返し学習しても、まあ、性能は常に維持され続けるような、枠組みになっているというのが、まあ、この論文の内容になっています。で、本論文の目的と貢献というのは、MLE による最適化じゃなくて、まあ、ブリューなど機械翻訳の、評価指標に対して最適化も行いたいというモチベーションのもと、まあ、これらの評価指標に対して直接最適化できるモデル、なおかつ、まあ、どんな分単位の評価指標も利用できる、まあ、最適化の枠組みを提案しています。で、このモデルは、まあ、どんな NMT のネットワーク構造で、まあ、目的関数をうまく変更するだけなので、どのような NMT のモデルでも使えるという3つの、利点があります。はい、まずで、ここから、提案手法の説明になります。まあ、理論としましては、エンコーダーデコーダーモデルという、まあ、非常に一般的なものになっているんですけども、エンコーダーデコーダーモデルでは、モデル的にはこういう形で、定式化されます。で、詳しく説明していくと、現言語から、目的言語の系列をパラメータシータを使って、予測するっていう問題になっていて、その際にどういうふうになっているかというと、こちら側の分解していくと、モデルは、
N 番目の単語を予測するときには現言語の単語の列と N より1個前の単語までの系列を使って予測をする。でもそれがもうそれを決める自由度がまあパラメータ θ という形になっていて、でこの積が結果的に全体の系列の積ということになっています。で目的関数はまあこのままこれを目的関数として使っていて、ログパープレクシティ、ログライクリフッドを目的関数にしていて、ログにすると掛け算が足し算になるので、まあ、こんな形になります。で、あとはデータに対して、まあ、全部のデータに対して最適化されるように、目的関数を作っていて、あとはこれを微分してフィードフォワードと、まあ、バックプロパゲーションを繰り返すことによって、まあ、学習を行っていくというのが、モデルになっています。で、はい、基本的にはここの確率がだんだん最適なものになっていくので、まあ、単語の予測が最適化されているということになっています。で、まあ、エンコーダーデコーダーモデルはこのような感じで、単語レベルでの予測の最適化を行うモデルになっています。で本研究で、この論文で提案しているのは、ミニマムリスクトレーニングフォーニューラルマシントランスレーションという形で、リスク関数というのを、まあ、定義していてしています。で、まあ、リスク関数というのはこういう関数になっているんですけども、まあ、何をやっているかというと、リスク関数というのは文の機械翻訳の評価指標の期待損失を計算する関数になっています。で、学習の際に、まあ、どういうふうなモデルになっているかというと、展開すると、この三角が分単位での機械翻訳の評価指標になっているんですけども、これに対して、リスクが、まあ、最小になるようになるに学習するのが目標になっています。で確率的には、ある x 分からその y の系列が生成される確率と、その正解データ s が与えるときにその y の、予測の、まあ、良さっていうのを、まあ、こういう形で表しています。でまあ、これが確率値になっていて、こちらが評価指標ってことなので平均的な期待損失っていう形で表されます。で、文の評価指標とかだと、まあ、微分が不可能なので、なかなか誤差関数に組みにくいっていう問題があるんですけども、まあ、このようなリスク関数を導入することによって、P が微分可能なの、θによって微分可能になるため、まあ、最適化が可能になるということになっています。で実際にどういうふうに最適化されるかっていうと、まあ、ここはその例になってるんですけども、ある文に対しての、まあ、ある文に対して Y1、Y2、Y3 の候補があったときに、正解との、評価指標っていうのが、まあ、1.0、マイナス 0.3、マイナス 0.5 だとします。で、そのときに、このリスク関数で、交差伝播すると、一番相関、これとこの P の値っていうのが、これの大きさと相関があるような形になるっていうのが理想になっています。で例えば 0.2、0.53、0.3 だとすると、その時のこれの期待損失っていうのはマイナス 0.50 になるんですけども、 0.7、0.1、0.2 になると、まあ、マイナス 0.83 という形になって、こっちよりもこっちの方が小さいことになります。で学習では、まあ、ここからこっち側に求めるっていうのが、学習の方法になっています。でこれは微分可能なので、まあ、これのパラメータを変えれば、まあ、こういう形にどんどん近づいていけるということが、言えます。で、まあ、まあ、これこの仕組みを導入することによって、どのような文の評価指標に対しても、まあ、確率値 P を調整してあげればいいということになるので、最適化が可能ということになります。で、まあ、今回期待損失ということで、まあ、ある文が出る候補を本来ならば全て列挙しないといけないんですけれども、確率分布なんであらゆるパターンっていうのを列挙しないといけないんですけれども、まあ、全部のパターンを列挙するのは非常に大変なので、まあ、今回候補を絞っています。でその際に候補を絞るときに、まあ、近似的に予測する文をいくつかランダムにサンプリングしてきて、それを使って、分布を作ってリスク関数の損失を計算するっていう、こういう形の計算になるんですけども、まあ、ソフトマックス関数を使うときに、まあ、α っていう、ハイパーパラメータ1個用意して、それを乗じることによって
ある程度その分布の尖り方とか平滑化をコントロールするようにしています。で、このコントロールをうまくしないと、まあ、うまく性能が出ないということになっています。で、この α は今回は10の、5×10 のマイナス3乗ぐらいにするのが一番良さそうだということになっています。なので、まあ分布予測する際に、まあある程度パターンを適当に絞って、その中で期待損失を計算するという操作を繰り返すのが、実装上のテクニックになります。で、実際のアルゴリズムはこんな形になっていて、要はここがまあそのサンプリングなんですけども、ある1回目のトレーニングが終わった後に、適当に文を選んできまして、まあある単語からある現言語の文から次の単語の予測の分布っていうのはすでにモデルが定義してくれているので、そこの確率分布に従ってランダムサンプリングをします。で、ランダムサンプリングをして、まあ、文が作れたら、まあ、次の文をまた作るっていう形で、ある数になるまでそれを繰り返すというのが、基本的なトレーニングのアルゴリズムになっています。で、これによって、まあ、1回のエポックを繰り返すごとに部類による最適化を測ったりするので、まあ、ブリューや、まあ、ライブ、ニストや TER などといった、機械翻訳の評価指標に対して直接最適化が可能ということになっています。で、ここから実験設定です。今回は、中国から英語、英語からドイツ語、英語からフランス語の3つのデータセットで試しています。で、分類としましては大体100万分以上のデータセットでやっていて、最大では1200万分ぐらいのデータセットの規模になっています。はい。で、実際に実験結果はこちらになっています。いくつか、まあ、途中の実験を省略してるんですけども、詳しくは文献の方を参照してください。で、はい、MLE っていうのがマキシマムログライクリズフットエラー、 MLE が通常の、はい、ログライクリフトエクスペクテーションかなっていて、MRT というのがミニマムリスクトレーニングという方法になっています。で、これで、まあ、通常のベースラインと、訓練すると、まだ大体 30.5 ぐらいの性能しか出ないんですけども、まあ、ブリューやニストで、最適化を行うと、まあ、36.7 ということで、ちゃんと、まあ、ブリューに対して最適化できるようになっています。で、まあ、それぞれ、他の TER やニストといった別の評価指標も組み込んで最適化することができて、その枠組みで最適化すると、基本的にはニストで最適化するとニストになっていて、ブルーで最適化するとブルーのようになっています。ただ TER に関しては、まあ、TER で最適化しても TER が最初にならなかったっていうのが述べられていて、まあ、これはなぜかはわからないですけども、まあ、ブルーに対して最適化するのが良さそうだっていうのがこの結果から言えます。で、はい、先ほどの図も貼りましたけども、まあ、実際トレーニングをするときに、ミニマムリスクトレーニングを使うと、まあ、パープル式の最適化がどんどんされていくわけなんですけども、まあ、その時のブリューとパープル式の相関っていうのがどっかで、まあ反転する時があって、まあ、ここで一回トレーニングしすぎるとだんだんブリューが下がっていくみたいなカーブが得られます。で、しかし、まあ、提案手法っていうのは、ブリューに直接最適化するので、まあ、ずっとブリューの値も高いままキープし続けることができるってことがこの結果から分かります。で、こちらの結果が、まあ、主観評価の結果になっていて、主観評価ですると、主観評価でも、まあ、提案手法の方が良い、 50% ぐらいの確率でいいっていうことが、分かっています。で、ほぼ同じと比べるとほぼ 70% ぐらいで、提案手法は良いってことが分かりました。で、タスク、まあ、いろいろなタスクで評価しているんですけども、全体的にその結果としても、今回比べたような MRT の手法というのが非常によく性能が出ているということが、この結果から分かります。はい。で、まあ、他のアーキテクチャと比べて行った結果がこちらになっています。で、ブリューで最適化すると、まあ、LSTM で4レイヤーとか6レイヤー組み込んだようなモデルよりも効率的に学習ができていて、まあ、大体 34.23 という形で、まあ、他のハイパーパラメータを調整するよりか、まあ、学習の工夫をした方がうまく性能が上げられるということがこの結果から言えますというのが結果になります。はい、まとめです。
マキシマイマイズログライクリフットではなく、ミニマムリスクトレーニングを行うことで、性能が大きく改善することをこの論文では示しています。で、直接機械翻訳の評価指標であるブリューや、NIST などで最適化することによって学習の結果も、曲線も非常に安定しますし、性能も大きく改善するというのがこの論文の内容になっています。で、この論文1年前の論文なのでもうすでに古いんですけども、最近だと強化学習や GN などを使って評価関数こと、学習するのもトレンドになっているので、興味ある方はそちらも参照してくださいというのがこの論文終わります。はい、以上で発表終了します。ご清聴ありがとうございました。